ジェド・マロース赤い衣装をまとったジェド・マロース。ジェド・マロースと、スネグーラ・チカ。ジェド・マロースは、ロシアの民間伝承に登場する、下の精。ジェドは、ローや、マロースは、カンパを意味する。ロシア版のサンタクロースと言えるが、青い衣装を着ていることがある。現代ではしばしば、スネグーラ・チカという孫娘と共に現れる。ママ母に虐げられる娘がいた。 ママ母は連れ子を出来合いするあまり娘を家から冬ののに追い出してしまった。悲嘆する娘の前にジェドマロースが現れ冷たい風を吹きつける。ジェドマロースは娘に温かいかと問い、娘は温かいと答える。問答を何度か続けた後ジェドマロースは毛布や食料を与えた上で娘を生かす。生還した娘を見てママ母は連れ子にも 同じ幸運を受けさせるべく、連れ子を外に放つ。先と同様、ジェド・マロースが現れるが、性格の悪い連れ子は、寒いと一点張り、連れ子は投資する。典型的なシンデレラ型のサクセスストーリーであるが、同時に、正直であることよりも従順であることを美徳とする、封建反動時代のスラブ人的な教訓を含んでいる。またジェド・マロースは、ロシアの寒さの人格化であり、 マロースという語については、シベリア抑留を描いた、辺見順の収容所から来た遺書にも言及されている。サンタクロースって本当は、双子だったサンタクロースにまつわるあれこれ。ロケットニュース24、2017年12月7日、閲覧。ありがとうございます。